今日はこちらの水槽をリセットしていきたいと思います。今はとりあえず金魚数匹とコリドラスとブラックホプロ2匹、ブロッチホプロ1匹、クリロンチ3匹が入っています。ネグロウォーターファーンがすごい茶色に入ったんですが、先ほど取り出してしまいました。それから水を抜いて魚を移していきたいと思います。ホースを水槽に入れて排水しています。排水して魚を捕まえやすくします。今回リセットの理由ですが、ブラックホプロは結構大きいので、この水槽だと手狭だなって考えたため、ね、リセットしることにしました。で、ブラックホプロはどうするのかっていうと、もう一本の60センチ水槽を立ち上げて、そこのに入れようかなっていうふうに思ってます。これがブラックホプロです。これ元々なんですけど、胸びれが曲がってますね。多分オスの個体だと思うんですけど、コリドラスの仲間です。で、胸びれと背びれにトゲがあって毒があります。なんですね、ヒゲ生えてて、まあ、特徴としてはヒレがこう切り込み入ってて、まあ口がちっちゃいんで結構小型の魚とも混合できます。あんま売ってないですけどね、意外と面白いです。合わせ作って産卵したりして、若干コリドラスとも形態違ってますね。水面の餌なんかも食べに来てる、意外とコリドラスと違った面白さがあります。とりあえずホプロはこの金魚のストック水槽に2日間ぐらい、その60センチ水槽が立ち上がるまで入っていてもらおうかなというふうに思います。ちょっと狭いけどごめんね。こんな感じです。結構寄ってきます。水面にチャプチャプすると寄ってきたりするんですけど、ちょっと今水槽移したばっかり寄ってこます。面白いですよ。割と活発っちゃ活発の海魚なんで、広い水槽の方がいいですよ。ちょっとこれだと狭いです。ごめんね。ここに入っている魚はこのアルビノのキラキラとクロランチュ、あと伊藤保つのアズマニシキと、あとクイタフナキか、これ入ってます。これも60センチ水槽に一緒に移してしまうと思ってます。水槽に入ってましたね。これはハンコックキートーキングキャットかな。ストライプトーキングよりちょっとちっちゃめのトーキングキャットなんですけど、これも水草清掃に入れると多分水草掘っちゃうんで、金魚の水槽に入れます。勝手が欲しいと思うんで、土管かなんか入れて一緒に買っていきます。これはブロッチホプロスね。ちっちゃいですね。結構気性荒くて、他のコルとかの魚を追い回したりするときがあります。ブラックホプロとそれがちょっと違くてびっくりします。あとブラックホプロと違ってこう点々模様があって、ヒレが割れてないですね、尾ヒレが。これがまあ大きな特徴かな。オスは胸びれが長くなってオレンジ色になるそうです。これが作ったコリドラスです。アドルホイ、アドルホイじゃない、リップカリウスとステルバイ1匹、メーターエガス4匹かな、シャルティ1匹、クリロチ3匹と、アストロペソナータスだっけ、2匹かな、3匹かな、2匹だ。こんな感じで買ってます。あとネグロ3匹。こういうふうに水全部抜きました。
で、ソイルは大体燃えるゴミに捨てていきます。古いソイルですが、一部再利用してポトスの土に変えました。これで多分ハエとかも湧きにくくなると思うんで、よかったです。今、さっきソイル全部捨ててきて、今は壁面の苔を落としています。研磨スポンジ、メラミンスポンジ使って苔水垢を落としています。水槽を、まあ、ある程度きれいにしました。で、今からバックスクリーンを貼っていきたいと思います。どの向きがいいかな。ちょっと汚いかな。ちょっといいかな。この向きに今から青いバックスクリーンを貼っていきます。今回使うのはこのバックスクリーンですね。ディープブルー。この商品は両面テープみたいになってるんで、これ剥がして貼っていきます。ポコポコした気泡できるんですけど、これはまあある程度こういう定規とか木ヘラでこういう風に落としていくんですけど、まあうまく落ちないとこ、こことか失敗したんですけど、そういうところは、まあ、針刺して気泡抜いていくのがいいのかなっていうふうに僕は思います。これから底砂を敷いていきます。霧吹きをかけてソイルを湿らせていきます。この後流木を配置します。流木を配置しました。これは ADA のなんだっけな、なんとかウッドって言った枝流木ですね。とりあえずこの図上にはこれ1個だけにしていきます。あとはまあ後でちっちゃいブセ巻いたやつとかも追加するんですけど、まあ他に流木入れると多分まとまらないんで、これ1個で終わりです。これにあと水草の種をまいていきます。と左端に溶岩石にまいたミクロスリルインティーロブを追加しました。で、今回使うのはこの水草の種子っていう商品ですね。こっちは開けちゃってるんですけど、こっちは多分確かハイグロフィラの種だと思うんですけど、こちらと、あとこれは小さい葉って言われてるやつですね。こっちが大きい葉って言って、まあこういう種、さっきのこちらの種よりは全然大きいんですけど、これ使っていきます。で、前景にこっちの種をまいて、で、後ろの方をこの大きい葉をしていこうかなっていうふうに思います。大きい葉は右端と左端に植えて、小さい葉はまあ全面にっていう感じでやっていこうかなと思います。できるかな、巻いてみました。映ってるかな、若干オレンジっぽい色のやつなんですけど、全然映んないな。これとかにもついてるんですけど、なんか寒天質なものが出てきますね、水に濡れると。なんで乾いた状態で巻かないとダメですね。これなんか森みたいになったら面白いなと思って流木にも貼り付くようにしてみたんですけど、まあどうなるかわかんないです。種子を巻き終わりました。コリドラスなんかも入れようと思ってるんで、まあしっかり生えてくれたらいいなっていうふうに思ってます。種をまいて2日経ったんですけど、
芽が出始めましたね。ちょっと曇ってるな、見えるかな。ここからだった。見たいかな。合わないな。あれ、緑なの芽ですね。ここの他にも、今見えたな。ここだ。これですね。双葉が出てきてます。